ワンプラスセブンティーの、画面を交換するんですが、まだちょっと頼んでないんですけども、頼んで来てから作業するといろいろ時間がかかるんで、まずは、画面をですね、先外しておいて、で、まあ、ちゃんと電源が入るかとか、もう確認してからですね、一応電源入るはずなんですけども、まあ、自分で確認しないとちょっとあれなんで、確認してから、部品を頼んで、それから、続きの作業をしようかなということで、今日は、まずは、画面だけ外そうと思ってます。
ターでこんぐらいでいけるでしょう。ですね、気持ち熱くなってるんでちょっと手袋しないといけない。ここのとこですね、このことかこの間ちょっと、この作業でちょっと別の端末を早めに割ってしまったんでちょっと慎重にいきたいと思います。これ一回落としてるんでね、やはりちょっと背面がこれガラスなので割れやすい状態になってる可能性があると思うんですよね。なんかこう目に見えない微細なひびとかですね、ひびに行く直前の状態とかいろんな状態があると思うんですけれども、やっぱ落下してるとやっぱりね、見た目は大丈夫でも結構やっぱりどっかダメージがいってると思いますんで。あ、なんか電源入った今。だいぶ振動しましたね。ちょっと慎重に全体的にちょっとこう接着を弱めてからですね、ちょっとやりたいと思います。個人的にはでもですね、最近のつか、最近のスマホってこう、裏がツルツルで持ちにくいんですよね、すごく。滑っちゃって。カバーつければいいんですけど、カバーもあんま好きじゃないんですけども。で、夏とか手が湿ってる時はいいんですけども、乾燥してて手がサラサラになってる時とかすごい滑りやすかったりするので、本当はよく部品で出てる、安っぽいプラスチックの方がですね、本当は僕は個人的には持ちやすくて好きなんですよ。本当はですね。まあでもせっかくなんでね、オリジナルの方がいいかなと思います。怖いな、ちょっとな、やっぱり。今ちょっと浮いてます、今。かなり硬いんですね。かなり最近のやつは、こういうガラスとか、かなり強度強いんですけどね。落としちゃってやっぱりね、当然ですけど、落としちゃったらそれやっぱりね、割れちゃいますからね、どっか。よし。入りました。本当はあんまりこうグーってよりも上にこう上げて取った方がですね、テープは綺麗に残るからいいんですよね。こうやってやっちゃうとテープもぐじょぐじょになっちゃうんで、綺麗に上に上がって垂直に上げて取れればですね、テープも綺麗に残ってるから再利用できるんですけど、これやっちゃうこうグイってなんか入れてやっちゃうともうテープがぐじょぐじょになっちゃうのが、端末のどういったテープをどうつけてるかによるんですけども、これダメですもんね。黒いテープがダマになってきたんで、これも再利用できないパターンですかね。それでもね、割れるよりはいいですから。割れちゃったら元も子もないですからね。確か本体回ったところにバックパネルと本体の間にケーブルとかないはずですし、あと、なんかちゃんとプラスチックのブランケットで基板カバーしてあるので、多分こう、グーッとなってもこう、なんかこう、当たって破損するようなモジュールは多分ないと思うんで、そういった意味でちょっと安心してこうやって、中にこう、なんですか、こういう、こういうものを入れても大体大丈夫ですけど、あんま熱すぎるとですね、この、曲がりのあれ、なんていうかな、なんつうんだろう、言い方があるのや。熱すぎると、この、曲がりに耐えきれず、歪みに耐えきれず割れちゃうんで、なるべく薄いものがいいと思うんですけどね。だいたい一周できたんで、ちょっと軽く上げてみて、
撮れてる。だいたいね、下の方と上のカメラ周りとですね、この下の方にだいたいちょっと強く、テープがついてるんですよね。下はだいたいスピーカーがあったりするんで。ちょっと上がなんかくっついてますね。ちょっと慎重にやってますけど。ここまでやっちゃいます。あれ、じゃあ、セブンプロか。ワンプラスセブンプロですね。パリーンっていっちゃいますからね。こういう感じです。ここですね、テープとしてはですね。横とですね。ここはちょっとテープ強いですね。テープ強い場所ですね。ここと上ですね。上は割とこう、全体的にまあ、中、ミドルっていうかまあ、そんなにガチガチ強くもなく、そんな弱くもなくぐらいの、まあ、ほどほどな感じのテープですね、これね。強度として。周りと横。上はあんまなかったですね。で下のこの2箇所ですね、まあ、これもこうやっても別に何も当たるもじるないと、あ、横ちょっとあれですね、こっちの横にちょっとアンテナあるけど中に入ってれば大丈夫か、ここにちょっとこうこのケーブルがちょっと入ってるんで、多分センサーのケーブル、これちょっとあんまりこうこっち側にこうやっちゃうとこれちょっと傷つけるかもしれないですね。でこっち側ちょっと気をつけて、まあでもこれだけですから、まあ1センチぐらいでなんとか決着をつけてあげて、こっちは大丈夫なんですね。カメラまで行かないけど、こういう感じです。で、マスクとかちょっと。ネジを外していきます。ネジはこれはサイズはサイズじゃねえや。サイズかネジの大きさとか1、2、3、4、5、6、7、8、9、10本ですね。10本ネジ1、2、3、4、5、6、7、8、9、10本ネジ外して、あ、11本かこの隠しネジが1個ありますね。白いテープのところ隠しにするのかな、わかんないけど。分解証明書ですね。分解証明書。多分同じネジだと思うんだけど、一応確認しながらやりましょうか。下からかな、確か。大体ワンプラスシリーズは全体的にこう下がクッと上がって上にこう突き刺してる感じの構造が多い気がするので、赤の勝手な印象ですけれども、多分全部同じかな、これね。寝かさないと分かんない。カメラとちょっと違うかな、これカメラ周りも一緒かな、これ割とカメラ周りだけ小かったりするネジもあったりしますよね、機種によっては。全部一緒ですね、おそらくね。で、外します。
んまこれピッてやるとこうちぎれちゃうかもしれないんで。おお、まずバッテリーから外しましょうか。多分ですね、バッテリー電源入りますね。この機種にもよるんですけども、機種によってはこうこれを冷めないと、あれ冷めだったかな、あれはめないとこう電源入らないやつなんですね。この電源ボタンのとこからこう、まあいいや、そういうのもありますという話です。でこれが多分画面なんです。LCD なんですよね。一応これ着脱してみて、もしこのコネクタの異常で映んないってこともありえなくもないので、一応これちょっと確認しますね。まあこれそのなんか割れてるからね、映らないんだと思うんですけど、液晶割れ、画面割れてないですけど、液晶割れちゃってるんです、中のちょっと。見た感じ、線が入ってるんで。これ映ることないと思うんだけど、一応確認だけしようかな。映んないですね。ここにね、一本スーッと線が入ってるんです、中でよく見ると。なんだ、これあのワンプラス3で珍しくですね、液晶のあれがこのバッテリーの下を通っているパターンなんですね。バッテリー外します。これバッテリー交換が簡単ですよね。これでバッテリー交換できるんで、最近よくあるこのピッとこう上に上げられるパターンです。すごいバッテリー交換がやりやすいですね。これね、昔のあれみたいにこうもろくっついてガーってやらなくて済む。これは珍しくこういうタイプですね。中をこう通っていくタイプです。これで今度は液晶の方をやっていきます。よしと、このカバーこっちかな、つけた方がいいかな、いいか、なんかつけようかな、ちょっとなんかあるかな、つけるのラップ巻いとくか、ラップ溶けるかな、ラップ溶けたかな。なんかこうカメラあんまりこうないか、これでいいか。そんなに温めなくても大丈夫かもしれないですけどね。やっぱり10分ぐらいちょっとドライヤーいきますんで、10分ぐらいちょっとドライヤーにします。
そらく一応しか割れてないので多分ガラス飛び散る事件は起こらないと思うんですが、一応念のため何が起こるかわからないので、ガラス恐怖症の私としてはそれをしかないと安心できないってことです。吸盤どこ行った。口だけしか付着してないから多分そんなに割れてなければすんなりいくと思うんですけど、明日も割れてるかな、これちょっと今割れたのかな、ひびが見えました。これも割ってもいい部品なんで、さっきのあれよりは、随分気が楽ですけどね。ガラス飛び散り事件が起きるのがちょっとですね。あれ、さっきもどこ行った。これでいいか。こっちにしようかな。縁があるかな、もしかしたら縁のあれが、これね、あれがありますね、これね、あの縁にこう 縁があってはめてるタイプ、なんていうか、あのなんていうかあれですね、なんつったらいいんだろう、溝割れてる、ガラス割れてるのに比べて随分やりやすいですよね。これ多分手でね、脇の端っこ5ミリぐらいですので、ね、周り。明日もうちょっと多いかな。5ミリ持ちたるかな。取れました。あ、うまく取れた、うまく取れた。あ、割れてるのか、きれいに取れた。いい感じ取れました。あんまり見せると余計なとこ壊れちゃうんですよ。ちょっと こういう感じですね。ほんとちょっと違うんですね、周りに細い溝にこう1ミリぐらいの溝にですね、ベゼルが乗っかってるだけって感じですね。背面も接着されてませんし、ほんと縁だけって感じですね。きれいに取れましたね。
こんな感じです。この辺は別にテープ付けないので、ほんと周りだけですね。 OK。 あとは、部品を頼みますので、来るのを待ってあれしましょう。これガラス切るだから誰か採用できる人いたらこれあげたいな。これな結構ね、よく動画見るとこう結構向こうの人はどうなんすか、向こうの人でこのガラス剥がしてやる人いるんですよね。あれすごいなと思うんだよな。まあいいや、以上で、作業は終わりですって。組み上げる必要もないんだけど、部品の紛失したら、でもこのまま置いとくかな。別にそういう特になんかあれもないから一応でもなんか置いとくかな。あと続きはですね、部品を後で頼みますので、部品が来たら続きあります。ありがとうございます。